5月の26、もう朝今、7時ですね。こちら側はね、雑草がすごい。金ポーゲさんと、なでしこさん、あと雑草です。雑草がものすごいことになってます。あと、菊さん。菊さんがね、私の、そうかな、腰ぐらいまで大きくなってます。これ何肉だろう。ああ、折れてるし。折れちゃったな。これはね、多分、肝肉の方だと思うんですけどね。肝肉は結構このね、まだ大きくなってます。あとは雑草です、雑草。雑草畑、金峰梅さんと。まいったね。雑草だらけになってます。なんとかしないとないんだけどね。なんともしょうがない。今、ミニバラさん咲き始まってます。ピンクのミニバラさん。これバルコニーにある、ミニバラさんと、姉妹です。こっちはね、咲き始まってますね。元気よく。今年はいいですね。去年はね、ちょっとやばかったですけどね。今年はなんとか、ピンクのミニバラさんを咲かしてくれています。あとはね、ピンクのバラ、薄いピンクのバラひろこさん、でもすごいいい感じで咲いてます。ほら、綺麗だね。綺麗に咲いてます。大きくなったね、これね。本当にすごい大きくなった。こんな感じですね。いい感じだね。わ、大きさこれです。私の手と比べても分かると思いますけど、こんな大きいの探してくれてます。ものすごい勢いですね。あとこれは自前のピンクのバラさんです。つぼみいっぱい出してますわ。これ、つぼみすごい出してますね。いい感じですね。あとはね、ホットショットさんがね、前回言いましたけど、ホットショットさんがやばい状態です。ダメなのかな。ダメなのかもしれないな。ちょっとね、まずいですよね。これこっちに来ないかな。自前のバラさんにかなりやばいことになってるな。自前のバラさんがね、自前のバラさんが結構こっちこっちに行っちゃうから、ああダメかもしんないね。今見たけどね、下の黒くなってる枝が、まずいかな。今ちょっとどけてみたけどね、こんな感じ。ちょっとやばいかもね。そうだね。まあなんとかね、ほんと咲かしてくれると、葉っぱを出してくれるとね、いいんですけど、もう葉っぱがね、一枚もないから、どうなのかわかりませんけど、ちょっとね、枝が黒い。やばいかもしれない。なんでも下の方はね、そんでもないな。完全には黒くなってな。大丈夫かな。なんとも言えませんね。見守るしかないな。あとここにあるのがね、これと同じピンクの薄いピンクのね、バラひろこさんなんですけど、こっちもいまいちなんだよな。黒点病みたいな、そんな感じ出てるしね。勢いがないね。もうこれは要するにね、下に何だこれ。あ、やべえ、これバラだった。燃えちゃった。
そう。シュートだったこれ。あ、もういちゃった。やばいやばい。ね、これはね、2階で鉢植え植えてたやつ、この後ろのホットショットさんと同じなんですけどね。地植えにしたんですけどね、いまいち根付いてないよね。これは多分ギリギリ大丈夫だと思うんだけど。ホットショットさんは根付いてないよね。ですね、残念ですね。あとはシューメイクさんの葉っぱがすごい多くなってる。シューメイクさんの葉っぱこんな感じすげえいっぱい入っていっぱい育ってますね。あとはね、見事ですよ、ほら。あ、これ鶴原さん。鶴原さん。見事に葉っぱが多くなりまして、一気にですね、一気に来てます。こっち側もすごいですよ。こちら側もすごいです。ほら、一気です、一気。すごいね。葉っぱがね、あんまりなかったんだけどね、最近この2、3週間ぐらいかな、で葉っぱがガンガン増えましてね、一気に咲き始まってます。見事ですよ。まだまだつぼみありますのでね、どうなるのかな。ここあと1週間ぐらいでね、ガンガン咲いちゃうんじゃないかなと思います。すごいです、すごい勢いです。花はね、この黄色、もう薄い黄色、この感じと本当にこんな感じ、もうこれがもうピークですね、多分ね。いい感じ。黄色からね、グラデーションがかかってこんな感じ。グラデーション、ほら奥の方黄色、グラデーションかかってこんな感じ。あとは本当にかなり薄い黄色みたいな、そんな感じに咲いてますね。グラデーションかかったのが一つありました。ほら、つぼみもこんな感じでいっぱいあります。まだまだすごい状態だね。いい感じに咲いてます。シャガーさんもここで咲いてますね。あとはピンクのバラさん、ピンクの大輪のバラさん、つぼみ1個だけ残ってあったんだけど、どこ行った？つぼみ1個あったんだけどな。あ、ここで咲き始まってる。ほら、あんまりいい感じじゃないけど、なんとか咲き始まってるね。あとはね、ホワイトのバラさん。ここホワイトのバラさん。私紐でね、ちょっと上に上げました。だなとなってたんで。これホワイトのバラさんです。ピョーンと出てんのもこれホワイトのバラさん、ここにピョーンとこう出てますよね。これホワイトのバラさんです。あれもこれもホワイトのバラさんもね、すごいね、勢いがいいんで、もう先っちょという先っちょに全部つぼみついてます。咲き始まってますね、これ。開き始まってんのもある。あとは全部つぼみついてますが、すごい状態です。これは四季咲きなんでね、結構ずーっと長く咲いてくれます。こちらのつるバラはね、一季咲きなんですよ。一季咲きで咲いちゃうんで、すごい状態で咲くんですけども、春だけなんですね。
秋口はね、本当にちょこっとだけはしか咲いてくれません。うん、あの新枝にちょこっと咲くかな、そのぐらいですね。はい、春が見事です。春は見事。あとはここにあるのが、レオナルド・ダ・ヴィンチさん。今年かなり葉っぱを増やしてます。この範囲だね。この範囲。レオナルド・ダ・ヴィンチさん。色はこういう色。ピンク。濃いピンク。カメラで撮るとね、ちょっと濃すぎるような感じで写ってます。多分かなり濃く写ってると思うな。うん、これよりはもうちょっと薄いです。実際は。これもすごいね。つぼみがね、いっぱいついてる。下の方もかなりついてます。もう咲き始まってます。いい感じ。それとね。隣がね、魅惑さん。魅惑さんもね、先日からずっと咲いてます、先週から。こんな感じ。でかいよね、これ。これはもう完全に開き切ってるね。こんな感じで。これ、つぼみ。こんな感じでもでかいもんね。大きい花咲くよね、こんな大きかったらやっぱりね。これが魅惑さんです。隣は、ゆわさん。ゆわさんもつぼみいっぱい出してます。咲いてます。もうこんな感じ。これがもう満開。そうだね。これも満開だね。ここにもあります。今から、開くと思います。これ。あと、これちょうど。8分目じゃないな。まだ6分目ぐらいかな。咲いてます。これはもう結構前から咲いてるやつかな。こんな感じ。確か香りもね、いやー、すっごいいい香り。お伝えできないのが残念。ちょっとね、香りはね、濃い感じです。すごい。うん。いい感じの香りしてます。隣にある、ユリ、私の腰超えました。ユリさん、これダゼルさん。濃い、赤って言ったらいいのかな。赤だね。赤色の、ダゼルさん。何本出てるのかな。これ下に出てるのも全部同じです、これ。これ、同じダゼルさんの子供だね。一本しかなかったんですけどね、何本になったのかな、結構増えましたね。あと隣、これクーリアさん、同じ、ところから、市葉沢の方からもらってきましたって言ったの、購入しました。クーリアさん、これはね、薄い黄色というか、なんて言ったらいいのかな、すごい綺麗な黄色っていうのはね、薄い黄色か。その感じの、ちょっと私も表現が悪いんですけども、そのクーリアさん、こちらもね、1本だったんですけどね、何本出てる ?1、2、3、4、5本出てますよね。去年もね、同じぐらい4、5本出てました。あと、下の方からもね、なんかちょこちょこ出てくるんですよね、これ。こんな感じで。あと、バラさん、その後ろにあるバラさん。これはね、向かいにあったピンクのバラさん。向かいにあったピンクのバラさんです。あ、ようやくつぼみつけました、ほら。つけてますね、上に。ほら、ちっちゃいけど。これ、向かいにあった、ピンクのバラさんです。すごいね。あとはその隣、これがロマンティックアンティークさん。葉っぱね、まだちょっと勢いがね、ないんだよね。もうちょっとね、勢いがあるといいんだけどね。これも
向かい、あの、表側にありました、南側にありました、ホットショットさんと薄いピンクのバラひろこさんと一緒に地植えしたんですけど、なんかその3本がね、いまいちなんだよね。うん。なんとか頑張ってほしいんですけどね。あとこの手前にあるゆりさん、これは多分鉄砲ゆりなのかね、多分そうだと思うんだけど、鉄砲ゆりっていうね、なんだ名前ちょっと忘れちゃったな、鬼ゆりか、うん、なんか鬼ゆりだったような気がするな、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、それが今回は結構出てますね。これただこの一本はひょっとしたらカサブランカかもしんない。この一本、これこの一本カサブランカかもしんない。こっちは鬼よりかもしんない。ちょっと区別がね難しいんだよね、うん。あとはその隣、あれ名前やばい、うん、名前忘れちゃった。なんだっけ、あ、ラバグルードさん、ラバグルードさんが花がすごい、つぼみがすごい、見えますかねこのつぼみ、ほら開いてきてるのもあるけど、すごい状態。まあ毎回ラバグルードさんはこんな感じで咲いてくれるんですけどね、今年はすごい枝が多いんで、うん、今年はすごい状態。あとは HT ニケさんが見てください、ほらこの花の大きさ分かります？今私手をやりますね、手をやりますよ、うん、こんな感じ、こんな感じ、これもう完全に開いてますね、すごい状態。香りは？うん、薄い感じの、でもそんなには薄くないか、いい感じの香りしてます。 HT ニケさんいいね、うん、今年はすごいね、なんか全体的に今年はいいね、うん、元気がいい、そんな感じがします。あとはここら辺が何もなくて、こちらはチェリーセリさん、あ、チェリーセリさん咲き始まってます。ほらこれ一番花、これ一番花です、あとは咲いてない、一番花だね、なでしこさん、白大肉さん、ガーデンセージさん、あとなんだっけ、また忘れちゃった、南稲毛市じゃなくて、名前忘れちゃった。あとは地梅のバラさん、こっちの地梅のバラさんもね、こっちのね地梅のバラさんもねようやくつぼみついてます。うん、ほらすごい状態、つぼみが、つぼみいっぱいつけてます。ピンクのね小さいバラですけども、うん、咲かしてくれると思います、楽しみです。あとは雑草と芝桜さんと、芝桜さんもう終わりなのかもしれないね。あとはなんだっけ、あれ名前忘れちゃった、何に行くだっけ、うーん、松葉菊さん、松葉菊さんもねつぼみみたいなのが先端についてるような気がするな、これ、うん、なんかそんな感じしますね。あとは雑草さんと一緒にカモミールさん咲いてます。カモミールさん、あいつ抜きやがったな、いいですね、カモミールさんね咲き始まってます。
雑草取りしなきゃないな、本当に。どうしたらいいかな、もう手を余してます。あ、ごめんなさい。松葉菊さん、こっち咲いてました。遠目から見たら、今は見つけました。松葉菊さん、これ一番花ですね。咲いてました。まあ、大体こんな感じになってます。ひろこガーデンのね、住人さんです。見えますかね？動いてます？見えます？トカゲさんです。葉っぱの後ろをなんか舐めてた。ひょっとしたらもうなんか梅雨かなんか舐めてんのかもしんないね。奥の方に入っていっちゃった。あ、いたいた、向こうにいる。あ、見えるかな。梅雨を舐めてるような気がする。梅雨舐めてるね、葉っぱの梅雨。トカゲだから虫も食べるんじゃないかなと思うんだけど。どこ行った？あ、来た来た来た。多分あの虫も食べると思うんだけど、梅雨を舐めてたね。